ぼーっとしてるよ。元気？元気だよ。元気？うん。でもうなちゃん体透けてるよ。え？体透けてるよ、うなちゃん。透けてないんですけど、俺の画面は。え、消えかかってますよ、僕の方では。え、透けてないんですけど。透けてんですから。透けてないよ。透けてますって。どちらかというと、秀夫さんの方が透けてるよ。え？砂嵐みたいになってる。僕透けてないですけど。俺も透けてないって。何これ？これホログラム。ホログラムって何ですか？待って、長くなっちゃうよ。いや、そんな長いな。だって、違うのでしょ。長い長い、これ長い、絶対。もう一回、簡単にやろう。何でもいいよ。いいよ。ひろさん。はい。なんか透けてるんですけど。え？え？何が？体透けてるよ。透けてないですよ。え、つけてるもんだって。なんか、ざわざわ砂嵐みたいになってるもん。いや、どちらかといえば、うなちゃんがざわざわしてますよ。うん、だってこれ、ホログラムだもん。ホログラムって何ですか？長い、長い、長い、長い。長い。え？いや、長くないだろ。なんで、絶対これも長くなっちゃう。同じになっちゃう。いいだろ。過去一長くなっちゃう。じゃあ始めていいですよ。ああ、じゃあこれひろさんのね。やだ。長いから、やだ、やだ、やだ。やだ、長いからいらない。長いから、やだ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 。あげますって。いい長いからやだ。長いから俺もやだ。一回長いのやったからいらないで。いや、俺も長いやつは本当にやだ。本当に。いや、もうだからそういうのじゃなくていいですって。いや、オープニング長すぎるとほら、サンペより長いのちょっとやだ。だから早く始めればいいじゃないですか。うぬちゃん次第ですよ。そんなことだってこれ、オチが見当たらないの。ダメ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 。だってオチはその辺に落ちてないです、探しても。もうその辺で落ちるからオチなんじゃないし、俺らだったら普通にその辺のオチで拾ってオチにするじゃん。だから、じゃあオチをやってください。オチをやってください。わかった。行くよ。ひろさん。うん。うわあ、落ちた。うなちゃん。はい。僕帰るわ。え？帰るの？帰るよ、もう。やんないってこと？オチは拾えなかったんですよ。さようなら。うえ。よろしくお願いします。今日はね、久しぶりの荒巻き取り出なんで、頑張っていきましょう。おお、最近鮭ナダムとかさ、ヒロさん、鮭ナダムとかさ、うん、あと、うん、ムニエールが多かったんだけど、久々に荒巻きさん、うん、確かに、うん、久しぶりですね。ステージって3つだけだっけ？3つかな。あれ4つじゃないよね、3つだよね。3つだと思います。なんかコモンされてんですけど。あ、どうしたの？なんかコモンされてる。あ、別に大丈夫。俺はさ、荒巻2人でクリアした経験があるから、うん、余裕で、うん、ぶっちゃけね。でもうなちゃん、僕さ、バケツなんですよ、今持ってんの。え、あの、エクスプロフィッショナルじゃないの？じゃないんですよ、僕ね、バケツ苦手なんですよね。はい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 。あ、バケツ苦手なんだ。俺バケツ得意だよ。そうなんですよ。うん、なんで？あ、うなちゃん洗濯機使ってるから。俺洗濯機使ってるから得意だよ。うん。あ、今使ってるスペースシューターですもんね。じゃあ関係ないじゃない。まあこれから変わっていくからさ。なるほどね。あー、痛皆さん、エクスプロフェッショナル得意でしょ？僕エクスプロフェッショナル得意でしょ。プロフェッショナルなので。プロって意味だよ。なんか間違えてボム投げちゃった。なんで？最近金融クラウドを間違えてボム投げちゃう癖が。それ最悪じゃないですか。間違えてボム投げちゃう。ボムならいいですけど。だからいくら投げちゃったらもったいないです。カゴの中にボム投げちゃう。いや、そっちならまだ許してくれる。あ、なるほどね。うん、あれよ、モグラの口の中にいくらは入れられないよ。確かに。あれやったら口あれで共食いだから。
と思うコンプライアンス的にまずいよ。嫌だな鮭が鮭食ってダメ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 嫌だな鮭嫌だなそれでしょ。コンプライアンス的にダメだろ俺らが人間食うのと一緒だぞ。ヒデオさんやだ怖い。カニバルになっちゃう。カニバル、カニバル、カニバルだっけ、あの一緒のやつ食べるやつ。そう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 、それ怖い。僕食べられちゃうかもしれない。美味しそうだから。まあ誰に食べられたらカニバルになるのかな。うのちゃんだろ。えまあそれそう、うのちゃんですよ。ヒデオさんってでも魚じゃないの、はい、魚じゃないですよ。なんなの。僕は妖精と人間のハーフです。人間のハーフが食べたらカニバルになんない。なんだ。なる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 。なるんだ。なりますよ。まあ、じゃあ俺も妖精ってことか、とりあえず。違いますよ、うなちゃんは違いますって。俺妖精。妖精は可愛くないとなれないんですよ。可愛いじゃん。俺のイカちゃんも可愛いよ。イカは可愛いですけど俺がってこと。あ、じゃあまたボム投げちゃった。おい、じゃあまたボム投げちゃった俺。え、イカの中身ってうなちゃんだったんですか。中身ってなんすか。ダメですよ、中身とか言っちゃう。ダメですよ、中身なんて言っちゃったから。何なんですか中身って。ヒデオさんも中身って言葉知ってるんですか。どういう意味ですか。わかんないですよ、僕に聞かれたって。中身に一番詳しそうじゃないですか。中身なんてわかんないんです。一番詳しいって何ですか。そんなことないですよ、僕は。そうですか。はい。てかバケツ、僕は一番詳しくないです。一番詳しくないんです。バケツ、いやバケツ、うん、強いね、ビッセン。そうですか。バケツじゃなくてヒッセンですよ。使えない。ヒッセン、バケツ、バケツじゃないの。ヒッセンこれ適当に振ってればいいんですよ、威力あるので。だってだって振れないんですよ。だってだってじゃないですよ。キューティーハニーじゃないんですから。だってだって、キューティーハニーヒデオさんだもの。だってだってヒデオさんだもの。ヒレオだもの。ヒレオだもの。ヒレオのオはあれでしょ、ウォでしょ、バーボンのウォでしょ。そうそうそう。だってヒレボだもの。三つボじゃねえよ。あっちだ。三つボだよそれ。あ、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 ねえ、取んない。ねね。あっち行ってよ、ばちゃん。ねえ、打たして。やだ。お願いお願い。やだ、あっち行って、あっち行ってよ、ばちゃん。また怒られちゃうから。お願い、打たしてって言われちゃうから。ねえ、お願い、俺に打たしてそっち。ダメダメダメ。やだやだ。うわ、ね、たこ焼きが大砲に入ってて、本当のたこ焼きみたいになっちゃってる。たこ焼き？名前が。本当だ、たこ焼きが。たこ焼きも頑張ってる。てか、俺を打たしてよ。なんで？ねえ、打たれてるよ。はい。ねえ、僕に打たしてよ。ねえ、なんでそういうことすんの？ねえ、お願いお願いお願い。どこいるよ、さ。ねえ、やんないで。やべやべ、打たれた。やんないで。ねえ、ちょ、ねえ。あー取られた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 。ちょっと早く入れてきてください。怒られちゃうから。やってますよ、もう厳しいんですから。スプラトゥーンは今のスプラトゥーンは厳しいんですから。今のスプラトゥーン詳しいの。詳しいじゃないや。厳しいの。詳しいのうなちゃんだろ。間違えましたね。入れてるから。あ、柱があって、うなちゃん柱があって打てない。それ柱、ああもう、うん、柱が邪魔して。あ、モグラがこっち来てる。うなちゃんここで倒せばいい。ねえ、なんでヒデオさんが入ってるの。ねえ、俺に入らせて。いいから早くやってきて。あと1個あと1個。じゃあスペシャルも使っていいでしょ。どうせ使ってないでしょ。使った使った使った。レーザー大砲からレーザー出てるよ。大砲から大砲からレーザー出てる。ええー、いいね。俺撃ちたかった。でも大砲はイエーイ。ねえ、撃ちたかった。どこ焼き？撃ちたかった。いいでしょ別に。撃ちたかったよ、もう撃ちたかった。じゃあ撃てばいいじゃないですか。もう終わっちゃった。はい、終わっちゃいました。うざい。はい、荒巻トリデです。はい。はい。うなちゃん、こんにちは。はい、こんにちはです。うなちゃん、こんにちは。ヒデオさんチャンネルです。あ、違います。うなチャンネルです。え？間違ってます。だから、うなちゃんに挨拶したんですよ、僕。ああ、俺に挨拶してたのね。ごめんごめん、今ちょっと携帯いじってた。
初対面の人に挨拶するのが基本だろ。初対面の人に挨拶大事だよ。俺ら別に初対面じゃないでしょ。だから言った。いやいやいや。え、ああ、そうですよ。え、俺ら初対面じゃないだろ。ですか、いや、何初対面じゃないですよ。初対面って。言っちゃってんですか、本当に。初対面って意味が分かんない子たちもいるから簡単に説明してあげて。だから初対面っていうのは対面してんです初めて。変わんないな。もっと簡単に言ってあげれば初めて会った人っていう。なんて言うの？初めて会った人。初めて会った人ですよ。そうです。うのちゃんよくできました。ああ試してたのか俺のこと。そうです。よく試してたの。なるほどね。あそれ倒したかたこ焼き。たこ焼きまたいるよ。ノイス。うん、いや変えてないからいますよそりゃ。なんかカタパットにやられびっくり。怖い。今やられてたよ。もうじゃ初対面のカタパットにやられたんですけど。はい。ヒルさん助かった。初対面の相手にやることじゃないですよ。失礼なやつです。初対面の人にもあのカタパットとかいろんなダイバーとかも来てますから。だから全然集まってないので、こっち側で倒さないとまずいですね。寄せて、でももう20秒しかないですから。寄せたいけどさ、これ。はい。カニ使うか。はい。やばいよ、時間。大丈夫？やばいやばい。そっち大丈夫？はい、ダメです、ダメです。これ3つ投げれる。3つ投げれるけど、はい、あと2個持ってきてほしい。はい、OK、ナイス。ギリギリだな。ナイス。ギリギリだったの。ナイス、たこ焼きナイス。ナイス、死にながらか？ナイス。うん、わかんない、そうかも。よし、まあまあ、でも冷静にいけた、今のは。まあ、カニちゃん見つかったしな。よかった。ナイス。よし。うなちゃん、カニちゃん、ナイス。ああ、カニちゃんの時でもね、入れられなかったから、とりあえず倒しといたから。うん、ナイス。まあ、今のを。はい、ブルドーザー来ますよ。今のを、ちょっと。初対面のブルドーザー。あ、ナイス。はい。今の教訓にしよう。だから今寄せたじゃん、みんな。危なかったねって。うん。今寄せとくべきだって多分みんな気づいたから今みんな勘弁してたんだよ。それで初対面の鮭が。初対面って言葉好きだね。はい、今日は初対面肥料なので。そうだったんですか。あ、登れないこれ。登れないずっと。あ、やだ怖い、やだやめてよ。待って、ちょっと待ってね。やだ怖い。柱。俺がプロスター倒してた。デッキュー。プロスター？プロスター倒してた。やばい。おう、ナイスプロスター。危ない。たこ焼き何やってんだ。はい。あ、うなちゃん、ブルドーザーの2人。ブルドーザー、助けて。あ、でもいいから連れてきてくれた。だから連れてきたからやってください。ナイス、イルさん。やった。僕のブルドーザーのやつです、これは。いろいろ来てるから気をつけて。雨は返しといた。あ、目の倒せなかったな。行くね。待って、間違えて変なとこ入っちゃった。危ないんですから。モグラ倒した。あ、ウケ。あ、イクラ運んでる。上倒して。見えない。見えない。猫で見えない。ナイスダムちょうだい。ありがとう。よし。危ない。ありがたい。ギリギリだったな。怖い。ギリギリでいつも生きていたい。痛いから。ああ。なんか、ちょうど、一番危ない時にさ、猫ちゃんがさ、この、あの、俺のテレビの前を通って邪魔をしてくる。かわいい。分かってやってんですよ、それは。危なかった時に通るんだよ。おもちゃん、僕、エクスプロフェッショナル来ない。こんなに好きなの？なんで？どんまい？なんでプロフェッショナル来ないの？じゃ、どんまい？おもちゃん、あれ、カタパット。カタパットどこどこ入れて？プロフェッショナルで。入れた。もうプロフェッショナル終わったから。だから僕プロフェッショナルじゃないんですって。こっち呼ぶ。ノットプロフェッショナルなんですよ。ああ、ね、そっちにあれ行っちゃった。モグラ呼んできて降りて。どっち？ああ、いや、倒しちゃった。もう倒しちゃった。もうダメだ。もうダメだ。俺やれちゃってんもん。ダメだ。はい。助けてくるわ。やばいな。これも多分ギリギリになると思うので、できれば寄せたいから。はい、うん、ちょっと最初の戦いとか見てるとちょっと怪しいなっていう。そうですね、危険なので寄せてのやつ。そうだね、これも倒しとくか。あれ、こっち連れてきてくれるかな。何を？あ、俺でもくれる。あ、なんで倒しちゃうんだそれ。え、味方が倒されてる。味方が倒されてる。大丈夫か。大丈夫大丈夫
大丈夫かな、しっかりしてくれ。とりあえずカニちゃんが取ってるので、カニちゃん上からぶっ放してくるわ。うん、カニぶっ放してくる。はい、あぶね、俺がやられる。カニちゃんぶっ放せ。待って、何もぶっ放してない。とりあえずこれ倒しよう。なんでぶっ放してないんですか。時間大丈夫か。はい、時間みんなギリギリだな。あと2つです、うなちゃん。オッケー、入れた。もうなんで大事な時に猫の足が目の前にあるんですか。それはわざとですよ。猫の足しか見てないよ、さっき。カニ撃ってる時、猫の足がいたよ、目の前に。鮭じゃなくて、猫と戦ってたよ、俺は。猫と。何と戦ってんですか。俺がみんな鮭と戦ってる、猫と戦ってたんですよ。いいだろう、猫と戦って。もう危なかったな。でもまあ、ナイスだね。ナイス。勝てました。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でございまして、ございました。